日本長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島号。大瀬戸町瀬戸福島号は、長崎県西海市の地名。単に、福島とも。郵便番号は857-2307。北を上にした松島水道付近の航空写真。東側の半島部が、大瀬戸町瀬戸福島座と、西側が松島。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成再開始西部の旧大瀬戸町の中央部、旧大瀬戸町の中心である大瀬戸町、瀬戸賀市の裏号はザコーラと埋め立てによって地続きになっている島地である。この周囲 6.5km の島地は、北の焼島とも埋め立てで、つながり一体の陸地を形成している。北で、 大瀬戸町瀬戸柏の裏号と接し、西で松島水道を隔てて松島と接する。南では広く相撲灘に面し、すぐ南には頭島が存在する。この頭島はかつて天下島と呼ばれていたが、大村淳鎮がこの地を巡視した際に頭が島に改めたと言われている。天下島の名はかつてこの島に、 天下表へという部来の者がこの島の景色が、よしいということを伝え聞き、時折この島に来ては、坂森などを行っていたことにより名付けられたと言われる。正寺に焼け島、小瀬戸脇、赤崎、瀬戸向き、まごめ、瀬戸山、田野浜、田野上、牛浜、八重関、谷谷、小日畑、東崎牧、頭島、西崎牧、西平、麦形、サザイ 元通り、水尻、内越、川下、立瀬の下、辻、灰崎、上原、西浜、山の下、福島、甲羅、松山辻、深浦、府深浦、向井、本瀬の下がある。東に突き出た岬はは、路渡しの花と呼ばれる。かつてこの区域は、小島と呼ばれる芝山の無人島だったが、1687年11月7日に、 三重村で火災があった際に、三重村の間三上門が村人10人を引き連れこの島に移住したと言われる。この際に焼島の名を福島に変えることを許されたと言われる。小島の名は福島の北の小島にその名を残している。埋め立てで地続きになる前の福島は、瀬戸の港にとっては、松島と共に天然の防波堤になっていたとされる。また、 幕末の海盟年間に、外国船攻撃用に作られた台場が1858年には、より内陸の西浜里に移されている。1889年の町村製施行時には、西園義軍瀬戸村の福島里となり、1928年町聖施行により、瀬戸町の福島里、1955年2月11日に、 合併により大瀬戸町が成立し、大瀬戸町の福島里となる。1964年からは、旧自治体名である瀬戸を干渉し、大瀬戸町瀬戸福島里となった。2005年4月1日、合併による再開市の成立に伴い、大瀬戸町をさらに干渉して、再開市大瀬戸町瀬戸福島里となった。1687年に、 三重村の間さうえもが移住した際に明け出されて、移住した先が、小島というのは、縁起が悪いとして、島の名を変更することを申し出、移行福島と呼ぶことが許されたという。市内に、鉄道路線は通っていない。再開指導が、大瀬戸町瀬戸賀市の裏号の再開市役所前から、南西方向に伸びて、福島港に通じている。ありがとうございます。